アフリカ南スーダン PKO の日報を防衛省が廃棄したと説明していながら、その後実際には存在していたことが明らかになりました。国会ではイラクのサマワに自衛隊を派遣した時の日報についても問われ、当時稲田防衛大臣は残っていないと答えていました。しかし昨日になって小野寺防衛大臣はイラクの日報も見つかったとして陳謝しました。菅官房長官は情報公開や文書の管理を徹底するよう求めました。小野寺大臣の強力なリーダーシップのもと、情報公開文書管理への取り組みをさらに徹底をしていただきたい、このように思います。小野寺防衛大臣は去年日報を探しても見つからなかった経緯や、今年1月に陸上自衛隊の中で日報を発見してから大臣への報告に2ヶ月以上かかったことについても検証する考えを示しました。一方、希望の党の泉国対委員長は、予算の審議中の発覚を恐れて隠蔽につながっているなら言語道断だと述べ、午後野党6党合同で防衛省へのヒアリングを行う考えを示しました。野党側は日報の存在を否定していた稲田元防衛大臣の参考人招致も要求する考えです。